はい、皆さんこんにちは、ドクター清志です。初めての整形で二重整形を考えていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うのですが、二重整形は止める点数や止め方が様々あって何がいいのかわからないという方いらっしゃると思います。今回はですね、二重整形埋没法の止める点数で何が変わるのかを詳しくお話していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。二重整形ですが、まあ、極論ですね、一点止めでも二重にはなります。ただ一点よりかは二点止めの方が、二点よりも二ループの方がより良いです。では実際何が違うのかをお話していきます。点数や止め方によって大きく二重の持続力とデザインが変わってきます。デザインに関してですが、例えば毛細度が強く張っているけど目頭切開なしで平行にしたい方っていうのは、目頭はなるべく近くまで二重の糸を通す必要があります。目頭から7、8ミリ開けたところから糸をかけるのが普通なんですけども、しかし毛細度に負けずに平行にする場合には、目頭から5ミリ程度の距離まで糸をかける必要があるんですね。なので点数が少ない場合には平行無理、水平二重しかできない場合っていうのもあります。また目尻側に関しては、特にまぶたが分厚い人、皮膚の組織が厚い人とかで、本来は前下切開で皮膚を減量してあげるとか、前切開で眼輪筋とか一部切除してまぶたを薄くしてあげる必要がある人、そういった人が埋没だけで二重にしたい場合っていうのは、まぶたが分厚い方は跳ね返す力が強いので糸が入ってる部分しか二重にならないんですね。この辺まだ糸が通ってるから二重になるけど、そこからはまあもう皮膚が跳ね返してくるので二重が尻切れトンボで終わっちゃう。目尻も二重に入らないっていうのも点数が少ないと起きてしまいます。一般的にはですね、二重の糸っていうのは横幅12ミリぐらいかかった方がいいんですね。点の場合であれば6ミリ間隔で3点とかあれば12ミリ横幅かかりますよね。ループの場合であれば6ミリのループが2つで12ミリ。目って大体30ミリぐらいあるんですよね、横幅が。なので3センチ横幅がある目でも12ミリしか二重かかってなければ、左右の9ミリ9ミリは糸がないわけですよ。糸が通ってない部分が糸の癖によって二重になってるわけです。でも癖がつきにくい人、アイプチでもすぐ戻っちゃう人とか、二重の棒でシミュレーションしても瞬き数戻っちゃう人っていうのは二重が癖つきにくいですよね。そういう方っていうのは糸が通ってるその部分しか二重にならない可能性があります。だから平行が難しかったりとか、目尻側が二重がすぐ終わっちゃったりするんですね。なるべく長く糸をかけてあげたい。まあ、30ミリあればですね、18ミリぐらいは糸をかけたわけです。そうすると左右6ミリ糸かかってないだけなので、かなり二重がくっきりと目頭から目尻まで入りますよね。例えばパーフェクト二重図、当院でやって一番いい二重な方法ですけども、その3ループであれば1ループ6ミリとして3ループ18ミリは糸がかかりますから、目頭から目尻までどんなデザインにも対応可能な二重が可能です。先ほど極論1点でも二重になると言いましたけども、1点だとまず確実に末広二重とか奥二重しか無理ですね。かつ元々薄い奥二重の線があるとか、そういった人であれば1点の一かけで末広二重とかを作ることができます。元が厚い人とか、元々その二重の癖が全然ない人っていうのは1点止めだと仮にできてもすぐに外れちゃうので、まあおすすめはしませんね。続いて止める点数によって持続力がどう変わるかに関して解説していきたいと思います。まあ、1点止めよりは2点止め、2点止めよりは2ループで止めた方が持続力が良くなるんですけども、それだけではわからないと思うので実際に実演していこうと思います。はい、では今回こちらを用意しました。生ハム、あとは実際に埋没で使用する針と糸ですね。検証方法はですね、生ハムは人間のお肉に近い柔らかさの組織ですね。生ハムに今1点、2点、3点で糸をかけまして、それを持ち上げてみて、どれが一番持続力がいいかっていうのを見ていきたいと思います。まあ、どれもほぼ均一な厚さ、重さだと思います。だからまあそれぞれの材料の重さとかは同じと考えていいのかなと思います。今回生ハムを3枚横に並べて、実際に埋没で使う糸を使って糸をかけていきます。今回はその糸のかけ方、かける深さによって誤差が出にくいように、裏側に貫通させて5ミリほどの横幅で入れたいと思います。こちらが1点ですね。こちらも同じく貫通させて、まあ、先ほど同様の幅で糸をかけます。真ん中の幅はね、2点止め2箇所糸をかけます。続いてこっちの方も3点止めしていきます。こちら1箇所、2箇所、3箇所と、まあ、どれもほぼ同じ横幅で、単純にハム1枚分貫通する深さで1点止め、2点止め、3点止めをしております。埋没法っていうのは目を開く筋肉とその二重ラインにした皮膚を糸で人工的に連結させる手術なんですけど、まぶたの組織っていうのはそんな硬いものでもないので、人間がまばたきするたびに糸が皮膚をこう持ち上げるんですけど、糸が中にめり込んでいっちゃうんですよね。まあ、つまり青い糸がハムを切ると同じ現象が起きちゃうわけです。実際に1点止め、2点止め、3点止めでどれが一番持続力が強いかを検証していきます。検証方法としてはこのハムをですね、こんな感じで重ねまして、互い違いで糸同士が干渉しないように
重ねます。糸を持ちます。で、ハムを持ち上げて3点止め、2点止め、真ん中1点止め。じゃあこのハムを引っ張ってどれが最初取れるかやっていきます。ぐーっと、意外とハムが丈夫っていう、今すごい結構強く引っ張ってますね。今どれも結構、あ、まずですね、1点止めかな、やっぱり1点止めが最初に外れたっぽい感じですね。ちょっと今ハムが錯綜してて、ちょっと一回バラしてみますね。あ、そうですね、やっぱ1点止めが最初に外れました。これですね、1点止め脱落。続いて2点と3点ですね、引っ張っていきます。2点止め外れました。で、3点止めは糸が1本外れましたけど、まだ2点残ってます。3点止めが最後まで残りました。で、結果としてはですね、1点止め、2点止め、3点止めのそれぞれのハムを引っ張ってこれ、まず1点止めが最初に外れ、その後2点止めが外れ、最後3点止めが残りました。どうしてこうなるかというと、もちろんですね、糸が1本の方がその部分に力が集中するので、力が分散しない分、ハムへの負担、まぶたへの負担が強くなって外れやすくなります。3点止めになれば力が分散するため、よりハムへの負担、つまりまぶたへの負担が軽くなって糸が外れにくくなる。糸が外れないってことは、そのまま二重ラインが長時間キープできることですね。実際にじゃあそれから何年かっていうのは、もちろんその人の目の性質とか、二重の幅、デザイン、あとドクターの描き方、ちゃんと神秘っていう、まぶたのタイトな結合式、部分に糸を通してあげないと、やっぱ外れやすくなっちゃうので、描ける場所にもなっていくんですけども、同じドクターが、同じやり方で、同じ条件で描けた場合っていうのは、絶対に1点止めよりも3点止めの方が取れづらくなります。今回ご説明したように、二重の止め方や止め点数によってですね、デザインとか持続力が変わってきます。なので、せっかくお気に入りのデザインにしても、取れるのを気にして生活していかない方っていうのは、なるべく多めの点数でしっかり止めた方がいいです。じゃあ4点止め、5点止め、6点止めがいいのかって、そうじゃなくて、僕的にはやっぱり3点止めっていうのが一番良くて、それ以上っていうのは僕はあまりやる意味はない。むしろやればやるとやっぱり内出血のリスクとか、あと痛み、手術時間も長くなってくるので、3点止めが一番いい。で、4点以上は正直ちょっとやりすぎかな。たまに6点止めとかやってるクリニックありますけど、あれは金額を上げるためにやってる感が僕はあると思います。ので、3点止めが一番いいかなと思いますね。当院ではですね、無料カウンセリングにて、お客様のまぶたの状態とか希望のデザインを見て、必要最低限ベストな点数っていうのを提案させていただきます。お気軽に無料カウンセリングにお越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローよろしくお願いいたします。またコメント欄で動画への感想や質問をどしどしお待ちしております。はい、今回使用したハムはスタッフが美味しく召し上がります。それではまた、ハムを食べましょう。